天気もいいし、ちょっと走りに出ようと思ったけども、時間的に中途半端なんで、近くをブラブラと、まあ、山の方行きたいな。やっぱりやかましいよね。さてさて、天気もいいし、ちょっとその辺をぶらっと。このスマホに今映ってます、撮影してる状況がね。今から、四条ナーテのスーパーオートバックスに行こうと思ってます。まあこれといって買う何か目的で行くわけでもないねんけども、ちょっと寄ってみようかなと。9の175線、外環ですね。だからずーっと南の方はどこまで行ってんねやろ。かなりもう奈良の方近くまで行ってたんかな、柏原あの辺まで行ってるのかな、こんな細い道がね。でもここもバス走ってるし、うん、でこれの左手、西側やね、新しい175線が走ってます。メインは向こうやけど、一応ここも生活道路みたいなもんやけども、ほら175線ね、うん、ここはちょっと開発化の関係下で広がりました。でも一車線、で、目の前が第二京阪、これも国道1号線になります。高速道路と、速道が国道1号線。この、第二京阪を、北の方に進むと京都で、京滋バイパスに連絡して名神高速道路とも連絡してます。まっすぐまっすぐ行ったらね、阪神高速京都線、山科の方に降りんねんけど、山科言うたら降りたところを山科で、一山越えたらもう滋賀県琵琶湖のほとりね、泉大津か、あっちの方まで行くねんけども、また自転車で走らなあかんコースですね。ここはね、
第二京阪の工事でこの辺だけは広がってるけども、また旧の外環175線に入ると細くなります。基本的にね、この辺の道って国道175線で国道ってつくけど、すれ違いができないぐらいの福音やからね。自分の車であえて通りたい道ではないです。今使ってるマイクが一応一番今まで使った中では音質的に気に入った、自分的に気に入った音質のマイクやねんけども、どうなんかな、かなりちょっとこもってるけどね。こういう人の声はこもって入る。もともとヘルメットの中で喋ってるとそれだけでもこもった音になるんやけど、それをマイクが拾ってどんな音になってるか、エンジン音とかエキゾーストの音ね、この辺はこのマイク割と自分の好きな、私の好きな、音質で拾ってくれるんですけども、そんな決して高いマイクじゃなくて、いくらやったかな、ヨドバシカメラで600円ぐらいやったかな。案外これバイクとかで使うマイクはあまり高性能じゃないやつ、ちょっとした音でも拾うんじゃなくて、そこそこの音はもう捨てて、メインの音だけ拾うような、そういうマイクの方が、向いてるかもしれません、うん。これもね、ずっとこれ175線ね、狭いね。975線ってちゃんと書いてるもんね。カチャカチャ言ってんの、何の音や。うん、映ってるかな。えい、わかりづらいね。カチャ言ってるのは何の音かな。はい、一応これで終了。